俺様は筋肉、食の幸せを伝えるため今日はこのレシピをプレゼン。たくさんでは、リチア様。ありました、これがジャックシードの。さっきも言ってたけど、かつてガルデニアを打ち上げたクオーティア最大の転送システム。ジャックシードなら私たちをガルデニアまで。クオーティア最大の転送システムだと。リチア、それは認識ミスだ。こいつはクロアセラフの兄弟機クリノス。クロアセラフと同じくフローラ姉様の守護ガルデニアが発動した時にはサンドリオにいたはずなのに、なぜこんなところ。まさか姉様が大切にしていたこと。気をつけろよリチア、そいつはクロアセラフの同類なんだろ。心配いりません、ワンダリデルでは。それにかつては二人ともフローラ姉様を慕う。フローラ様。この機械人。音声識別ガルデニア管理コアリチアスポディウム確認。リチアの体が消えた。何をしたの。フローラ様。挙動解析。クリノセラフはリチア様の体。リチア様はクリノセラフのスピルメイズに捕獲されたと推測されるが。つまりリチアを。解析結果否定。
可能か不可能か確かめてみりゃ分かるだろ。ああ、こいつにスピルリンク。記念障壁多重展開、スピルメイズからのリンクアウトを拒絶する。計画通り、うまく奴らを封じたね、クリノセラ。ああ、アクセスパスも入手した。リチアの思念力とアクセスパスでジャックした。ここはワンダリデル？どうやらただのスピルメイズじゃなさそうだな。新型ゼロの投入により、ジャバオークと試練号軍はドード半島より完全撤退しました。これにより我がワンダリデル数軸同盟は西部大陸侵攻の素晴らしい。さすが野蛮なセルレイドのスピリアを餌に進化させた新型ゼロムだ。もう新型ゼロムの投入なんて知らなかったから妄想しちゃった。3万人も死ぬなんて思わこの賭けの醍醐味は公式発表以外の情報も分析することさ。でも次の新兵器も強力すぎると戦力バランスが崩れてつまらんよ。戦争が続いてほしい。おい、自分たちが何を言っているのか。全くだ。戦争が長引くとこんな賭けくらいしか楽しみがないからねデータ称号、おそらくここはクリノセラフが自らの記憶。じゃあこれがリチアたちの暮らしてた頃の。どんなスピルメイズだろうがリチアがいるのは確かなんだ。とっとと見つけて帰るぞ。なんだ今のは。おそらく別の記憶が再生されるのだろう。ここもに美しい場所だな、グースの里。あれはフローラ、リチ。僕たちに気づいてないのかな。あの人たちも記憶の世界の住人なんだ。ねえフローラ姉様、もっと歌を歌って。ダメだよ、フローラ姉様は僕とかくれんぼをするの。やだい、もっと歌の次はかくれんぼの約束だろ。なんと嫌いだなんて言わないで。二人はかけがえのない兄弟なのよ。ううん、人は誰もがみんなかけがえのない存在。フローラ姉様の、ごめんね、泣かないで。もう嫌いだなんて言わない。お歌にもあったでしょ、喧嘩もするけど目覚め。あ、分かったよ分かったよ。そうだわ、歌いながらかくれんぼをしたらどうかしら。木陰にいるのはだーれ。やはりここにいたかフローラ。リチアとクレードだ。でもあの二人もやっぱり。皇帝、クリノセラフの記憶映像に過ぎない。クリードよ。当然だ、この泉は私とお前とリチア、ここで理想世界について幾度語り合ったか。新世界への出発にふさわしい場所だ。フローラ姉様、ガルデニアの起動実験を始めます。一緒に立ち会ってください。どうしても使うのですか、あの化け物を。ガルデニアは化け物などではない。この腐ったクオーティアから争いのスピリアを消し去る救世システムだ。姉様、クオーティアから争いの種が全て消えるのですよ。どうして分かってくれないのです。人以外の存在がスピリアに干渉するなど、私にはどうしても正しいこと。またその話か。もう何度も話し合っただろう。姉様、今のクオーティアに平和を取り戻すためにはもう他に方法はないのです。やはり私は
あなたたちに一番大切なことを伝えられなかったよ。人の思いは。もういい。私は私のやり方でこのクオーティアを救う。クリード、フローラ姉さん、あなたたちのようにいつかきっとあの二人とも。まただ。次はどんな記憶だ。ママ、ま、クオーティアのスピリアは反応ゼロ。60億の全クオートが破壊しました。あ、なんて凶暴な力。飲み込んだスピリア。何をしている。フリチア、ガルデニアを制御しろ。ごめんなさい、ごめんなさい。うん、やっぱりリチアはスピルメイズに閉じ込めたままの方が弱シードを起動させるのに便利だな。じゃあ行こうか、クリノス。クリノセラフ、しっかりスピルメイズに。とこいつら出てきちゃったじゃないか。クリノセラフが回復している。それにクロアセラフ、緑の刃物野郎、てめえもここに来てやがったのか。青の盾野郎を白化から回復させたのもてめえか。ああ、君たちより先に白化したクリノセラフを見つけて再起動しておいたんだ。俺はずっと夢を、白化の惨劇を2000年の間何万何億回も繰り。機械人が夢だと。いいな、それはメモリに残されたただの信号。そう、ただの信号さ。だけど人間の夢や記憶、スピリアだって。目覚めたクリノセラフは夢の記憶で自分の疑似スピリアを再構築した。フローラ様がガルデニアに食われた元凶、リチアへの恨みに満ちた。君たちも見ただろう、クオーティアが白化した日。今リチアはその惨劇。あんな場所にリチアを閉じ込めたのか。閉じ込めただけでは、俺のスピルメイズは白化の瞬間を無限にループ再生。リチアにはあの恐怖と後悔の時を繰り返し味わってもらう。スピリアが俺の。フローラ姉様。クリノセラフ、貴様なんということを。てめえらぶっ殺してやる。フローラ様の忠告を無視、クオーティアを滅ぼした女への当然の報いだ。僕も驚いたよ。盾代わりに使うつもりだったクッサー。クリノセラフ、リチアのスピリアを破壊しろ。そしてこいつらの体を切り刻む。一緒にクンサイトのスピリアを。戦闘用エース型の同時攻撃か、シング。分かってる。みんな、you
強くなるぜ。おっさんだって成長するんだぜ。もっと強くなる。ここまでだ。クロアセラフクリ。嘘だ。僕たちのエース型2人の連携が破れるなんて。
もう一度だ。無駄だ。今の俺とお前では彼らには勝てない。だが俺は諦めない。どんな手段、フローラ様の温かな笑顔を取り戻す。我が主のスピリアを解放。てめえ、まだそんな力を。まずい、みんな。くっ、目標消失。周囲に二人。どうすんのさ、あいつらの行き先なんて分かんないよ。ガルデニアを打ち上げたっていう。じゃあクリノセラフは、フローラさんの救出を諦めてなかった。クリノセラフはジャックシードに向かうはずだ。自分はシングの意見に同意する。クリノセラフはフローラ様のスピリアを買い、二人が向かう先はガルデニアへの道。ジャックシードの可能性が高い。クロアセラフもクリノセラフもリチアのお姉さん。皇帝、奴らは強力な戦闘タイプだったが、機体を制御する実戦テストにおいても奴らは暴走し、敵味方の区別なく破壊。やっぱりあいつら危なす。ゼロム型思念兵器の成功もあり、不安定な奴らは廃棄処分と決められたが、フローラ様はあの2体を憐れみ、危険を承知でご自分の守護騎士になさったのだ。武器そのものである奴らにあえて平和と幸運の象徴セラ。そっか、とても優しい。ん、もしかしてフローラさんはセラフたちの剣や盾だとしたら、なかなかの芸術的センスの持ち主と。おそらくフローラ様もお前たちに相互いにスピリアをつなげ合える優しい。過去のワンダリデルってまるでおとぎ話に出てくる。暮らしてた奴の中にはクソみてえなのも嫌がったかな。でもさ、あんなにすごい街を作った人にはちょっとあって。ワンダリデルの設計建設にクオートは関わっていない。すべて機械による自動実行。そうなんだ。じゃああの街には美術館とか存在しない。クオティアの芸術はより単純で直接的な娯楽にとって変わらず、その結果みんな白化して彫刻や絵画みたいになっちゃ。ねえシング、そうだな、毎日じいちゃんと友達と遊んだりはしなかった。その友達はいなかったかな。寂しく。全然平気さ。じいちゃんもいたし、アクティブタに餌をあげたり、自分で木刀を削ったり、徹夜でどこまで海を泳げるか挑戦したり。で、帰ってくる体力を考えずに溺れかかったり。げ、な。シングのことなら。